ナマンダフツナンマンダフツナ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 マンダフツ私が日頃から大切に聞いている阿弥陀様っていう仏様のお話をいたします私たちには毎年必ず 決ままっってやってやくる日があります。人によっては嬉しいと思う方もいるしあまり喜ばしいことではないと思う方もいらっしゃるかもしれません毎年必ず自分がこの世に生まれた日誕生日がやってきますこんなことを思います毎年毎年必ずやってくる 誕生日をお祝いするんだから、たった一度しかない命の終わりのご縁、それはもっともっと大切にお務めをしなきゃいけないなって思うんです。しかし、その思いとは裏腹にね、今はコロナの影響で、以前のように人が集まることが難しくなりました。 そのたった一度しかないご縁、お通夜お葬式のご縁というのもしたくてもできない苦渋の決断をね、された方もたくさんいらっしゃると思います。だけれども、仏様っていうのは私たちに何度も何度もチャンス、ご縁をご用意くださっています。生きている間はお誕生日、 このように生まれた日があったようにね、先だった方が残してくださった大切な日があります。それがご命日です。私たちのこの命は、命を終わったら必ず阿弥陀様の世界、極楽浄土に生まれていく命なんだよと聞いています。 死んでゆく命ではなくて生まれてゆく命つまり大切な方のご命日というのも極楽浄土にお生まれになった誕生日なんだと捉えることができます命の終わりを通してねお通夜お葬式をスタートとしてそこから毎年毎年大切な方の 御命日がやってまいりますその一番最初のスタートラインおつやお葬式のご縁今までのようにたくさんの人が集まってねお勤めをさせていただくことは今はできないけれども一人一人がねできることはたくさんあるのかなって思います よくご法事のご縁で一人なんですけどお勤めしていただけますかっておっしゃる方がいますお寺というのは一人でもお参りいただけるところですお一人でもご一緒にお勤めをさせていただきますその方が自分の命を懸けてね残してくださったご縁を無駄にしてはいけません 一度しかないそのご縁をね今の環境の中で一人一人ができることをしっかりしていくことそれがね今後コロナが収束して以前のように戻った時にまたご命日をお迎えして仲のいいその方を思う方々が集まってね仏様の前に座らせていただいた時に 一人一人があなたの命を無駄にしなかったよってあなたが残してくれたご縁で大切なことに気づかせていただいたよ命の終わりが終わ,れじゃな終わりじゃなかったんだねっていつでもどこでも一緒にいてくれてたんだねってそんな風にね嬉しく報告できるように今一人一人ができることをしっかりお勤めさせていただきたいですね そのご縁の中で今私に至り届いている阿弥陀様の教えそれは紛れもなく今大切な方が命を懸けて残してくださったものだったんだって深く実感することができるかなって思いますそんなありがたい働きがこの私に届いているナモア阿弥陀仏という言葉ですありがたい ご縁でありました。何万マンダフツナマンダフツナマンダフツナマ万ダフツ何万ンダフツナマダフツナダツダツダツ。<noise>